かあるんですかね。前キキ君に言ったやん、1度くらい無視するっていう話したやろ。ナミにもその話したっけな、マーカーの。あな、1度くらいミスするやん、はい、だから それをそのまんま、まあ計算あんまり苦手じゃない2人やったらあれぐらいの計算だったら別にできると思うねん。例えば普段いつも9引くわけやん、背筋と9引くのを8引くか7引くか6引くかの違いねんけど、まあ、例えば、216やったら2196からやったら21から9引いて12っていうのは、まあ、みんなやってると思うよな。で21から8やったら13やし、それを普通に引いてもいいし、俺とかやったらもう君らもそうやけど、まあ、ここ めちゃくちゃやってるやんか。めちゃやったら前からすぐ出るやろ。ほんならそれに足らんもん足したってもいいけどね。例えばいつも今94から9何歩からやってんねん。9何歩からやってるってことは8何歩からやったら1個足すだけでいいなとか、意味わかる？216な、今216な、216な、216を216を96からやったら12やねんな。で86やったらな、8何本の時は今覚えてるやつに1足すだけでいい。 OK？ いや全然分からんけどちょっと聞いてで、7何本、7これあの一回結局にやったやんか、これ9何本、これ8何本、これ7何本、これ6何本って、これ見てこれ9何本やな、8何本やな、7何本やなっていうのはなんとなくわかるかな、今なんとなくわかる、うん、でいつも今90何本のやつや、9何本言うたら96とかの話やん。で216は96から12なわけよ。覚えてるやろ、覚えてる、まああの、ね、やってやって切って足すってことですよ。そうそうそう、やってるやつ。でこれが8何本ってことは13なんや。わかるやろ、わかるやろ、わ、うん、まあはい、かるやろ。だから8何本の時ではいつも覚えたやつに1足せばいいなとか、7何本の時はいつも覚えたやつに2足せばいいなとか。いやパッと10足りないかどうかってわからないじゃん。いやそれはお客さんの手元を見ながら、作っていくね。例えばお客さんがここら辺持ってると、あこれまあギリギリで96作ろうとしてなかったと、ありませんでしょ、ほんなら86作らなあかんねんな、うん、でこの時点で、あ13やなみたいな、そんな感じで慣れてきたらお客さんの手元見ながらこれぐらいやったら、あこれもう86しかないなとかいうのは分かってくるから、チラ見するだけで。これも明らか10枚以上持ってるから、96作ろう思ったら4で96作れるけど、4以上だったら96作られへんの。その辺っていうのはなんとなく慣れてきたらテーブル入って、でも店的にその当たった時にそれを回収できるかどうかにもよって、回収できるかどうかとは、例えば当たりました、うん、でだから今の話だったら結構回収するケースよ、ね、そうそうそう、でもブローやろ。いやー僕がはちょっとできないかもしれないですね。回収でもするブロー回収するやない、一旦ちゃう、上手い人は、ただ僕みたいな初心者の場合は、うん、ちゃんと当たってるかどうかを確認するためにどうなんでしょうね。置いとかなかんの、まあ、例えばオールインは絶対置いとかないとダメです。あ、これ置いとかなあかん、で置いとかなあかんけどサブロック計算やな。だその代わりこの置いてるやつ出さんねえやろ、置いてるやつは出さなくてっていう、後で回収ってこと。要するにこれ当たった時間違いが分からなくなるっていうか、ほんなら、これも当たりましたと、どうしようかな、26当たりました、当たりました、でお客さんがこんだけ手元ありましたって言ったら、もうこれの合計をなんとなく見て、あーなんぼやなって感じ。まあそれもある程度なんぼやなぐらいで、あのだってギリギリになるやったら分からへんし、明らかこんなんやこれぐらいやったら、あもう86やね、これ86やねんか、86やなって、13やなみたいな、うん、例えばいっちょんちょんやったら、いっちょんちょんこの状態やったら経験が変にここに4があったとしても、ここ94作れんねん。なんでかやったらいつも6残してるやろ、ってことは4しかないから作れんのは作る、これ残ったらうまい。でもこうなってたらもう絶対94は絶対作られんから、74かなら84やなみたいな。例えばこれがこうの残ってたら、まあ、こういうにこういうにされたらもう分からんからな、俺らでももう分からん方も普通にこっちから探るしかないけど、とかあのお客さんやっぱ
増えてきたらマーカーって後ろに隠れたりすんねんな。こんなふうなされたらやっぱさすがに分からへんから、そんなん見えへんけど、お客さんがあんまなくても結構ちゃんと入れてる状態で切ってくれたりしたら、あ、なんとなくなんぼかなっていうのは分かるかな、うん、言うたらよ、2、1、6、9、6からやんか、7、6からってことはこの分が足りへんわけやから、本来9、6から12、10やのに、言うたら こういうことやな、この足らん分をこのマーカー足しちゃったらいいってことやから、うん、この足らん分をね、でこの足らん分はここにあるから足らへんわけやから、これを見て、あ、なんとなく3枚、30あるってことはいつもより3枚多い感じになるなみたいな感じ、大体やで、あくまで大体や、 それはいつも言ってるやん、その、確認の時も当たりつけてやっていうのと、一つも大体こうかな、でも違ったなとか合ってたなっていうのはよくあるから、じゃあこれで探して8、いや66でしたと、66はいつもより3ついるねんな、いつもより3ついるから、まあ15かなとか、この逆にな、あの216って真ん中の数が1やから引きにくいやつやねんけど、このニッパラパーとかやったらもう普通に引いた方が早い、ね、意味わかる、ニッパラパー、ニッパラパーって真ん中の数字がでかいからって分かりにくいな、やっぱノートいるな、すいません、メモ用紙もらっていいですか、あ、すいません、あ、ペンあります、結構あります、これガーって書いてもいいですか、でっかくでっかく使っちゃっていいですか、よし、その1の位無視するって言ってたやん、だから216やったら96作るわけよね、こうなるわけ、だから21から9引かなあかんってことやね、だからこの3桁の数字の真ん中が結構まあ重要になってくるんだけど、ニッパラパーとかニッパラパーって まあ例えば6、8やとしたら真ん中の数字、真ん中の数字がでかいから引けてまうねんな、ほぼ8ってほぼ全部引けんねん、だって9なんぼはもう覚えてるから関係ないやん、ほんなら8なんぼ以下は全部引けちゃうねんな、ニッパラパだ、ニッパラパみたいなのめっちゃ楽やん、逆に言ったら216っていうのは ほぼ絶対引かれへんから、絶対こっちの桁が繰り下がってしまうねんな、ニッパラパやったら例えばいつも8%から、あのいつも9%から19やろ、けど8%からめっちゃ簡単やん、8%からの8%から何枚、そうそうそう、これ一番簡単な形やな、これ揃うのが一番簡単な形や、例えば21616からとかめっちゃ簡単な形やな、21616からとか、例えば残日誌こう当てる、そっちから見て当てるのがいい、これかこうか、残日誌、残日誌、日誌からはめっちゃ楽やん、ここも消えるしここも消えるから、残日誌14とかも楽やと思うな、残日誌には64とかからったら難しいわけやねんけど、だからこういう真ん中の数字がでかいのっていうのは結構簡単、ニッパラパはめっちゃ引きやすいの、ニッパラパは68からなんぼっていう話や、68からなんぼ、ニッパラパ 20?6% から22、そうそうそう、そういうこと、そういうことなら、こういうのは大きく分けて2種類あんねんか、系統が、そういうふうにニッパラパーみたいに引ける系統、頭でパッと引けるやつ、ニッパラパーの他なんかあったかな、87%とか37%も引きやすい、37%もほぼ引けんねん、37%6%とか、6%なんぼ、37%6%31、そうそうそう、これも引きやすいな、分かる、うん、分かると思うな、31引きやすい、引きやすい系と引きにくい系に分かれんねんけど、それはなんとなくわかる、言うたらこの数字がちっちゃいやつは引かれへんね、引かれへん、ででかいやつは引ける、ニッパラパーよりもあんな、いや1クッパとか、1クッパもう絶対引けるやん、1クッパ6%から何分、13、これも簡単やと思う、 OK、 これわかるね、意味わかるな、いや引かれへん系306、そう引かれへんな、306でも丸はまあまあ引きやすい、丸は0やから、やっぱ1とか2とかは結構きつい、216とか残12ないけど残日誌とかかな、じゃあな、その代わり引かれ変形はちょっと面白い技が使えて、何しようかな、234とかにしようかな、234
234234からちょっと引きにくい、引きにくい。だからどうするかってな、分けちゃうねこうやって。234の34こうにあるわけやん。これで234の2作ったったやん。なら16や。わかる ?2342 やろ、これで大きい2な、もちろん一番でかい2234だ。34で切ったってこれやったらこの2から4つ落としちゃったんやって。まあよくわからないけど、まあちょとりあえず練習していればなんか、そうやな、そういうことやな。意味若干わかる。これじゃあ234これやったらこれ5や、今5や、そう分けだったら、うん、うん、そうだ、18やな、そうそうそう。これで2にしたったらええんやから、例えば252な、これ7人やんけど、252どうしよう、252に7人やったら引かれへん、まず5から77は引かれへん。ほんならその代わりこれこう当たったら18やな、意味わかる ?252 やな。残二心な、残二心、残二心64、残二から6引くに引きにくいな。けど残二心ここで2切ったったらこれで30にしたったらやから、マーカーと何枚でこれを足すってこと、これをこれで300に3にしたったらや、24から30、10枚、これを、うん、足す、この4枚足すってことですか、マーカーを。残二心やん、24はもうここにあるわけや、あと300や、300のうち4があんねん、26、そう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 、うん、あ、30-4って感じ、30-4、うん、でもいいねんけど、合計で30にしてあげると思ったら、そう、さっきの2やったら元がめっちゃ簡単やねん、200何本やったら1本持ってこの分だけ引きゃええねん、うん、意味わかる ?2-4 って考えるかもしれんけど、ある分落としたねっていう方が早い、うん、216しようか、216な、216こうやってするやんか、ほんなら216これが16やから、なんか転ぶんだけど落としたらいいんだ、6落としたらこれ14でしょ、2なんぼはめっちゃ簡単や、234でもな、234な、234、これ4つ落とすだけでいいんだ、234OK、40何本も変わって同じ理由で、40何本も4-3-2から、この4-3-2これで4にしたいねんから、こうしたいねん、ほら4-3-2 OK、 意味は分かるかな、うん、別に考えられますかね、うん、だからこれは練習で身につけていくもんやよね、いつもやって言ってるように、今だって冷静に考えますかね、だけど今ここのマーカー今何も考えても出るやろ、練習あんだけしてたら出るやろ、一緒一緒、これもこれの練習今から今日からするわけやんか。逆に計算で出せてても、今計算で出せてても本番入ったらすぐパーンって飛ぶんやから、どうせ、うん、ほんでやったら今しっかり身につけっていう話や。でもちろん引いてもいいよ、別に頭で引けそうやったら引いたらええねん、例えば残二心74から引いてもええし、うん、どっちも使っていいよ。だから、ニッパレバーみたいなバッて引けるやつもさっさと使ったよ。問題はその引きにくいやつ。引きにくいやつに当たった時に、俺やったら残二心23って覚えてんねんな。23で覚えてるから、ね、これここだけ足らんから足すっていうやり方の方が俺はよく使うんだけど、残二心ね。それを残二心、これが24やから、ちょっとこれまだ使いにくいね。これが24で、5やから25やなとか、でもいいねんで、どっちでもいい。どっちもいいよ、結構むずいよこのイメージ系使うの。でも俺の場合は2回計算すんねんか、残二心74から23に、9やったら23やねんけど、2足らんから2足しつつさっきのやつをやって、ああ合ってるなみたいな、違うアプローチ、2つのアプローチから計算し直してんねん、計算してんねん、確認だけしてんねん。引いた時もそれができるとめっちゃ便利やな、間違いにくい、うん、ちょっと難しいけどなんとなく分かってくれる、言うてることは、
ただ、さっきのこのこれイメージっていうのイメージを使うねんけど、イメージが難しいのかな。ここだけ経験に言ったと思うねんけど、波にもちょっとこれこれで何ボケって分かる？9何ボケ、うん、そうそう、9何ボケな。で、これは80。そうそうそう。じゃあこれは40。そうそうそう。これは50。何ボケ分かるやな。これ分かると思うんだけど、このさっきのやつが残日心やったら、これね、これって偶数形と奇数形っていうの分かるかな。これちょっと多いやつは奇数形になるわけやな。奇数形になるわけやんか。言ったら90何ぼ、70何ぼ、50何ぼ、30何ぼって奇数形になる。で、少ないやつは偶数形やと思うね。80何ぼ、60何ぼ、40何ぼ、20何ぼやけど、この偶数形と奇数形がかっちりやったらめっちゃ使いやすいんやんか。ザ二進、二進ちょうどあんねん。で、これで3作ればええから24やんな。分かる？やねんけど、これな、偶数形と奇数形がずれるときがあるねん。残日心80じゃなくて、これかな、74やったら結構これは難しいねこれなんでかやったら、ここで切ったらなあかんねん。ここでこう切ったらなあかん。この、ま、こっち側のここで真ん中で切ったらなあかんな。50。そう、ほんなら5やから、なんとか5や、なんとか5。残日心は25やっていう話やな、うん、これがちょっとややこしいね。揃ったらいいんだけど、残日心これやったら簡単や。残日心6円やったら簡単やな。24からこれを4ってことはなんとか6やな。なんとか6にしちゃったやだけ、うん、これだ。このこれで10にしたったやわけやから、そういう意味わかる。10にすればいいね。例えばこれが6やったらなんとか4やしな。522ね、これやったら522ここで終わったら6残るから、なんとか4や。なんとか4ってことは44やな。522 44、ね、522言ってるのかけど、522この形やったら若干ややこしい。ここで切らないな。ここで切る。なら、ここで切ったら5やから、なんとか5や。か、それか522。522は43やね。なんか、9、張り切りからやったら。で、2足らんから55。でもいい。どっちかを使う。OK。か、頭で引いても。アプローチの仕方は何個か。引きやすいやつ引きやすい。1クッパなんかもめっちゃ引きやすいね。1クッパ、うん、1クッパだけが9があるんで。ああ、極紙もあるな。極紙もあるけど、極紙なんかもほぼ出てけんから。1クッパはよう出てくるな。1クッパだから分かりやすいよ、うん、1クッパが一番分かりやすいかな、うん、306、ね、306、306を言うたら22やねんな。6だけ半端にしてこれを30にしたらいいわけやからね、うん、216。同じ考え方で216普段12って覚えてるけど、これも一緒や。216こうしたら12やねんな。なんとか2と10やからね。分かる？普段やってね、216、96から、うん、さっきの考え方やったら16切ってこれをなんとか2にすればいいわけ。12、通常ちょっと今もちろんな、さっきの経験が言ったように、そう言うてもなかなか分からんから、なんとなくこういうことを今説明したことをぼやーっと理解しながら手を動かす。あんずるより産むが安しでしたっけよし、やった方が早い。よし、やってみよう。で、つっかかったらまた質問してきて。例えば丸パー当たって、丸パーを例えばお客さんが全部今持ってる状態です。で、3枚で貼った、いきなり丸パー当たりました。どうしたらいい？え、これは大きい方でしょ。ちょっと大きい方ですけど、大きい方で11枚出して2枚もらったらいい。2枚バックですって。お客さんとの両替も OK ってことですか？それ両替でもいい、どっちでもいい、うん、両替してもいいけど、まあ
あれそれ僕も悩みますね。両替した方がいいのか、うん、でかいので、どうなんですか。慣れてきたら別にその例えば1音上4枚で当たられた場合やったら心理的にあの5枚出して6枚バックでもええし、いやすいませんでも2度でもなってまうっちゃんで、その両替どうするかってすいませんお願いします、これで10枚出してもらうんか、うん、10枚出してもらってってことやろ、うん、全然関係ない話になるかもしれないですけど、いいよ別にどんどんなんかね、そうそうだからそういや多いのはね、うん、一番僕が多いのはスタートしましたって段階で、うん、で用意するじゃないですか、うん、このあのチップを、うん、それでまあめちゃくちゃかけるわけですよ、うんうん、ガーッとほとんどこれもう残りこれぐらいぐらい、うん、で当たりましたってなった時に、うん、当たんのって思って、うん、で毎回あ両替お願いしますってなんかアホらしくなってきたような気も、毎回あいっぱい貼ります、いっぱいあの初手が絶対多いんですよ、うんうん、バーッと当たった瞬間バカみたいに貼って貼ってで当たりました、当たりました、え例えばねその今みたいにいっちょんちょんって、うん、あ当たったってなった場合つったら、まあ、僕は毎回両替してるんですけど、えでもいっぱい貼ってんだったらそっからこうそっから回収してや、いっぱい貼って回収して出してもらう、そう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 、うん、俺らもそれで、うん、でもそれは三国計算でもさ全部ガシャーンってやってそっからピヤーってシングル集めてそっから出すから、うん、でもいっちょんちょんじゃ足りなくないですか、わーっと集めて、そうか、うん、いっちょんちょんはどちらしても全部集めてもどうせマーカーは出るから、うん、そうそうそう、パルパ以上は絶対マーカーでるし、まあ、言ったら今ナミが言ってるのはチップ出しましたと最小限で当たられたらどうしたらいいですかっていう話、うん、こんならだってもう出せるものがないからこっちプレチップ出されへんや、そうそう、じゃあ最小限の場合やったらって話、そうそうそう、まあ、先両替お願いします、そうすか、そう、俺その場合かもわからん、うん、そうやな、ほんならこれで丸パー当たった場合 8さえ出されへん、半端8さえ出されへん、初手が多いんですよ、始めましたっていう時にこれが多いんですよ、うん、オールインはね、うん、あのブローはチップで換金できるんで、まあまあちょっとちゃうんですよ、まあ、慎重にと言いつつ派手にみたいな感じなんですけど、うん、オールインはもうほんまに遊びなんで、うん、まあ何むちゃくちゃしてくるから、うん、で初手で多いんですよね割と、うん、初手でマルパー当たった、ほんならさっき言ったマルパー8も出されんから11から2枚バックか、さっき言ったその10枚両替してもらってもいいけど、あんまり両替見ひんかな、やっぱり普通に2バックしてもらおうかな、うん、なんか両替してしまう、ああまあ別に店が、うん、うちの店だったらもうあれやな、両替なしでやれって、なんかもうとにかくその、うん、あのルーレットはできるだけ少ない、うん、あの最小限のチップを配当するように、あそうなんや、えじゃないですか、あ逆やな、最大限やな、なるべく出すっていう形やな、あのこの少ないやつで出したって言われるんで、そう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 、だから心理的に両替したくなるんですよ、お例えばそのマルパーとか言われたら、うんうん、まあ、100のチップ出して8出したらいい話、うん、あそれはあかん、それはダメじゃないですか、ダメダメ、少ない数でってなるから両替したくなっちゃうんですよ、少ない数少ない数、うんうん、なると両替しなくなる、でも KK 君の言うシチュエーションがようわからんな、この状態やったらもうだってもう全部出てるやんか、お客さん手元にあるからそれで2バックしたところでやから、どういう状況やろ、まあ普通に出しゃいいんかな、 KK 君の場合はあれかな、ほんなら全部張り切ってサブロックしか当たらんかった時とかそんなんかな、ああそういう場合もありますね、全部張り切って張り切ってサブ6とか6しか当たらんかった場合はもう6つけながらチェンジよろしいですかと聞いてよ、もちろん、うん、これは全部チェンジで出す、でもうちのお客さんはもうなんて100以下の配当やったらその時点で足らん分出してくる、例えばセブンツあのこうちゃんさんなんかそうやけど、うん、セブンツ当たれんか、セブンツ当たってつけようとしたらマーカーに前投げてくるよこうやって、うん、これは9人でちょうだいって言ってるね、全部ちょうだいって言ってるね、うん、例えば配当90とかハーフに5枚置いてて90当たったら10出してくる、うん、オールでちょうだいって、なところかな。